でも分かんないけど、なんか仲は良かったけど友達じゃなかったですよね。まあね、お互いのこの一歩を踏み出したらもう友達みたいな一歩ってなんかみんな踏み出してないですよね、うん、誰一人っていうイメージなんですけど。そうかも。ここだけを踏み入れると思ったら友達になって、うん、ちょっとなり合いになるじゃないけど、うん、になるからそこは行かないよみたいな感じがあった気がします。俺はわざわざしてないけどね。あ、やっぱそうなんですよ多分、うん、わざわざしてないと思う。みんなのチームの選手すごく仲良くないですか。仲いいんだね。もう友達、あ、やっぱ友達なんだなって思います。結構鹿島もっすね。鹿島もっすね。めっちゃ仲いいっすね。これとかもそうだったかな。結構オフまでね全部ずっと一緒にいるからね。誰といんのオフ。あ、俺はもう全然いないっすよ。俺はたまにみんなで飲んだりこう、まあ、あんだよ。あ、書きたとか他のサッカー以外の人と一緒に。そうっすね。もうオフは今もでもさ、やっぱ偏りそうっていうか新しい出会いとかもあんまない。あ、俺はないっす、ないっす。新しい出会いにオフの日に会って、うん、緊張感持つのが嫌なんですよ。もう緊張感持ってるんで。リラックスしてリラックスしてだから俺はそうですね。大丈夫さん違うもんね。もう全然、うん、新しい人それが嫌じゃないから。あ、ストレスにならないというか、むしろそれが新しい出会いですもんね。そうそう。この結果今ジャズが好きなんですもんね。だいぶ古いな。あれもうジャズやめたんですか。いやいや聞いてるよ。さすが。俺がさ、そのジャズとかそのライブにハマって、はい、なんかブルーノートとか行ってた時に町田とか、あ、ハマってましたもんね。そうそう、みんなね、マンゴーとかワンちゃん、うん、とか連れてったりしたからあの辺みんなハマってましたもんね。ジャズユーマとかは多分俺と一緒に生活してても何もハマんない。はい、あ、そうハマった記憶ないです。あれ世界違う。釣り連れて行かれたのパワハラっすよね。あれパワハラっすよ。いやいや俺もう風邪ひいてました、こうやって。北海道行ってさ、あれパワハラなの。ライオさんのお父さんと3人で釣り行ったんですよ。まあ結構田舎まで行って。何やっけあれ。ウェーダーっていう動画が、うん、倒れて、あんなが全部水入ったの。滑ってさ、ちょっと深いところ落ちて。でもあれ危ないじゃん、結構。危ない、危ない。ずっとここに水割られながら、もう俺ずっとこう待ってるんですよ。もう寒くて。一回出す作業とかさせてくんなかったの。いや、途中出したんですけど、もう寒くて。で、今は釣り好きじゃねえし、すごいなんか砂利のとこずっと通って行かされたし、もう途中で俺もすいません、俺車で寝ときますって限界でした。やったこともないじゃん、ね、はい、あの釣りやったことないから、まあ、行ってみようでっつって、まあ、行っても5分で分かってました。俺は釣り嫌いだって言い出せなかったです。あれもで何匹か釣ったんですけど、うん、写真もありますもんね。結構言ってくださいよ。こう釣った時もいいだろ、釣ったな。はっ、やっぱ楽しいっす。結構笑顔だったじゃないですか、うん、心の中ではなんだ、何がいいんだこれ。全然思うんだよ。パワハラ。バス釣りでしたもんね、うん、食えない魚を釣るんですよ。いや、その時は、でも北海道の時は違う、ニジマスで食えるけど。食えるけど食べないじゃん、別に俺は。食べない。そうそうそう、三津郎さんは釣ったら食うから。う、ね、海でやるからね、あれ。三津郎さん船で出ますもんね、漁みたいな、うん、今はもう時間でかやってないんですか。息子とよく行ってたさ。まだやってるんですか、うん、俺はやってるよ、未だに。いや、パワハラだったか、あれ。でも、うまいもん食ってさ。そうっすね。あれは広島とかは。あれはあ、よかったですね。あれでもマジよかったですよ。あれパワハラじゃない。あれは、あれじゃない。足パンパンで、あ、思い出、やっぱパワハラです。あれ、懐かしいな。もうこれ、これ使えるか、これはもう使ってほしいけど、俺、足首冷えてパンパンだった私、うん、で、下井太郎さん、尾道行くぞって。尾道こんなになりながら俺チャリ漕いで。尾道ってなんかサイクリングロードみたいな、はい、なんかちょっと回るみたいな、ね、しかももう30分とかじゃないです。もう行きだけでもう1時間半ぐらいかかる。えぐい、なんかありましたね。多分めこいつ全く興味ないけど城の跡とか俺結構好きやった。そうそう、太郎さんめっちゃ興味あるんで行くんですよ。全然興味ない。村上水軍の城のみたいな、まあ、海賊昔のブラタモリ好きな人が見る、うん、でなんか多分ダイヤさんがここうまいんだよみたいな、覚えてます。定食屋さん、定食屋行ったけど空いてなかったんですよ。覚えてますね。意味わからん中華入ったもんね。意味わからん中華、散々こいだって意味わからん中華。それなんか名物とかじゃないですか。もう意味わからんと。もう街の最終的にめっちゃいいとこなんですよ、ベラビスタっていう。景色めっちゃ良くて、そう、まあ、彼女と行ったらいいだろうなっていうところ、男2人で泊まって、あれパワハラです。
あ、でも刺しってかさ、最終的に2人最終的に、なんで俺お前と来てんのって、そう、なんでお前と来てんだよ、パーハン完全にパーハン。友達っている？俺はいます、もうめっちゃ仲いい。でもそんな多くないでしょ。俺はもう6人のグループがあるんですよ、めっちゃ仲いい。じゃあ5人いる。そうですね、でも年々減ってきますよね。そうね、もう時間費やしても別に会うと思わないです。とか、まあそのじいちゃんになっても関わっていけるような人って感じじゃん。少ないです。そうですね。昔は大学さんに言われましたもんね。お前が5000本もらった友達だよ、お前とクズでしょ。体が疲れてんね、やっぱり酔っ払ってすげえって肩組んできて、俺お前が今普通にちゃんとサッカー選手金もらえてんのは俺のおかげって言ってました。あるかも。ないでしょ。まあもうすごい今は。いやいや全然やめてください。お金の話になったとたん、なんでそんなお前歯切れ悪くなって。安西もすごいじゃん。そうなんですか。でもそれなりで言ったら、うん、イニエスタとかポドルスキーがやばいでしょ。そりゃそうだろう。でもよく俺 LINE してましたよね、あの前ポドルスキーいたじゃないですか、うん、遠慮してますねって、うん、ポドルスキーめっちゃ遠慮してた。あのあいつ超キレるから、ナイゴさんめっちゃ遠慮、なんかちょっとこう気使ってプレーしてた。見てて分かりますよ、あ、これ多分パス出ないとこってめっちゃ切れるなって。全部あのサイドチェンジのキックを多分見せたくて、 あいつ全部サイドチェンジしちゃうからもっとこっちでやりたいのに、うん、あ乗っちゃったよみたいな。いや、えぐいけどな、あれすげえさーって。いや、キックもすごいし、意外と足速いし、体もめっちゃ強いし、はい、パスうまいっすね。いい選手なんですか。ちょっとだいぶ癖強いけど。あ、もうすか。あれはでも能力が今すごいね。へー、ワールドカップ取ってるかな。あのチームなんか下品だね。あ、下品。全員ずっともうクラブハウスでは下ネタ、ちょっと子供っぽいみたいな。そうそうそう、うん、多分いい意味っすよね。ああ、だからちょっとこう感情的な感じもあるしみたいな。いや、ムーとかも同じ感じかもしれない、うん、ああ、あの人はただ子供っす。ウエスト何なの、キャプテンだったらどんな感じに多分変わると思いますよ。変わっちゃいそうですよね、うん、多分めっちゃチームのこと考えて、うん、だからやだ、丸くなりそう、さらに。なんか基本的には行こうよ行こうよとかって言うのやめてくださいね。あれをダイヤさんが言ってるの俺テレビで言ったのを見てたらちょっと多します。だからよし、ここ乗り切るぜ乗り切るよとか、なんか言ってた、行くぞ行くぞとか。そんなの別にキャプテンじゃなくてセットプレーとか、じゃあなんかここだぞ。そんな感じじゃない。やられんなよみたいな。お前らやられんなよ。やられんなよみたいな。ここやられんなよみたいな。なんかすっごいなんか、なんかモチベーション別に上げるわけでもないし、なんかここやられんなよみたいな。ヤンキー。いや嘘だよ。いやでもそんなの、なんか言い方としてはここやられんなよみたいな感じではないです。ね、そう違いますよね。やられたら分かってるよなみたいな。こうやられんなよみたいなので、三尾さんとか、うん、ああ、で僕はてめえらちゃんとやれよみたいなこと、もう意味が分からなかったのチーム。若いやつがやった方がいいよ、キャプテン。そうっすね、押し付けたいっていうだけ。確かに分かるわ。押し付けたいっすよね。ちょっとふわっとやりたいっすよね、うん、あのふわっとやってた方がなんかパフォーマンスも上がる気がするんだよね。なんだよな、キャプテンやりながらパフォーマンスちゃんと維持できる人は。最後大さんも言ったけど、多分本当に多分そういう性格なんですよね、多分、うん、変わんないでいられるというか、すごいです。います、そうでしょ、いました。変わってないのかどうか分かんないけど、三尾さんじゃないの。やっぱそうか、そうなんだ。キャプテンらしいことなんかやってたことないっすよね。まあ何も全然喋んないし、しないし、なんか言ったりもないし。それこそスンテさんとかはどう。どっちかというと自分のことに集中するタイプだったような気がする。キャリアも長いから、日本においての自分の立ち振る舞いとかもうまかったっすよね。わかりますよね、多分。涙の見せ方とか、こうあるべきみたいなのもうまかった気がする。だから本当の自分を完全には晒すわけじゃなくて、晒してない。多分日本では晒してない。俺もそうなんです。多分全く違うと思う、韓国と。うまい、うまい。だから自分の国じゃないところに行ったら、やっぱこっちに合わせる。うん、こっちの良さに、はい。こっちでいいとされる。理想像みたいなところに、そうっすね、自分を合わせにいってた、うん、そうですね、だいぶ器用器用っすよね、うん、多分そうだよね。だから見せ方とかも本当にいい人っていう感じで、はい、いてくれたとか。そうっす、だからたまになんか本当に、あ、本当のスンテってこういう感じなのかなって見える時があって、全然ありますよね。でもその作ってるから多分
そこまで深く仲良くなれなかったみたいな。そうですね、多分それはあるかもしれないです、うん、もうちょっと多分遠慮しない、そのわがままっていうか、ああそうなんです、もっとだから自分のプレーとか、ああ、はい、そうかもしれないです、ね、韓国人に住んでるのがイメージ聞くともうちょっとなんか違ったりするもんね。そうですね、全然違いますね、うん、多分もうちょっとその俺らが言われてる感じとか、ね、っていう一面はあったと思う。ムーが言われてる感じとか嫌な人じゃないです、うん、全然本当に深くこういう笑い話を後からできるっていう感じではない。ないっすね。ずっと作ってた。一層かましてるから。そうっすね。だからちょっと入りにくい。スンさんのその本当の仲間で入った選手って多分あんまいないっすね。いないな。いないと思う。でもやっぱりそれでもフィールドに立つとちゃんとリーダーっすよね、うん。すごいっすよ。やっぱ優勝するキーパーってああいう感じなんだなと思います、うん、あのここぞの場面で止めますよね、うん、あるじゃないですかキーパーってここぞの止める選手、はいはい、あのタイトルめっちゃ取ってきたキーパーって感じがしますね、うん、そのここぞの場面での力の発揮し方、確かに最後一つ止めて勝つみたいなイメージあるかもしれない、うん、すごかったですねそれは。ということでまあ毎年恒例にしてくれたんで多分あれっすムー君いたらまた格好つけてるよって言われます。この格好その座り方がこの間も散々言われてた。うるせえもんな。うるせえですね。この店みんな気になってましたよ。この間話しちゃうんですよ。あ、そう、はい、どこの店だろう。今回も、家永くんの回と同じペリキュールさんで撮影ありがとうございました。ありがとうございました。ノブさんどうもありがとうございます。ノブさんね、普段はもっとねあの会話してくれるんで。ありがとうございました。いや、あの撮影前エグかったっすよ。マシンガントーク止まんねーと思ってマシンガンでめちゃめちゃ面白い。皆さんぜひ。料理も絶品。もうそこは間違いないんで。はい、ありがとうございます。鈴木選手ファンになりましたね。ありがとうございます。面白いですね。ありがとうございます。はい、カメラ回ってないと多分もっとパンチある話できます。いや、今日も割といきましたよ。鈴木優馬選手でした。ありがとうございます。また、はい、今年も、はい、ありがとうございます。今年も皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあね。